大変長らくお待たせいたしました。ただいまから湯崎秀彦の地域の宝チャレンジトークを開催いたします。私は広島県広報課の八幡と申します。本日はチャレンジに向けて元気の出る楽しい会にしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。それでは初めに湯崎秀彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は日曜日にも関わりませず、本当にたくさんの皆様こうやって、この県政中高団体チャレンジトークにご参加いただきまして、ありがとうございます。このチャレンジトークの開催にあたりましては、今回特に、秋田高田市に大変お世話になりました、浜田市長を含めてですね、いろいろとご尽力いただきましてありがとうございます。今日は市長の方は福島に、神楽で福島の皆さんを元気づけようということで、昨日京都ですね、行ってらっしゃるようですけども、我々のところにも報告が来てまして、大変な盛況で、素晴らしい会ができたというか、今まだやっている途中ですかね、ということのようでして、私も嬉しく思っております。この県政知事懇談会は私が知事に就任をしてから、毎年やっているんですけども、最初の年、平成22年ですね、5月に秋田高田市にもお邪魔させていただきました。その時には10人ぐらいの市民の皆様にご参加をいただいて、10人の方にご参加いただいて、地域の課題であるとか、あるいはこのことを素晴らしいということを発表をいただきました。で、昨年はですね、少しスタイルを変えまして、県内、地域を8つに分けまして、秋田方の場合には北広島と一緒にですね、北広島省の方で、懇談会をさせていただきました。で、その時には地域のチャレンジ、こんなことに挑戦してますという発表をですね、秋田方の方からもしていただいたところであります。で、今回はまた第3回目のラウンドになるんですけども、各市長にお伺いをして、各地の挑戦というのを お話をいただくという会にしております。これまで進めてきたこの県政懇談会でのお話というのは、本当にいろんな形で県政に役立たせていただいているというふうに思っています。いろんなものの基礎にさせていただいているという形であります。で、今日はまた各発表の皆様のお話を聞いていただけると、おそらく感じていただけると思うんですけども、いろんな地域それぞれのですね、前向きに取り組んでおられること、私の挑戦というようなことなんですけども、いろんなそれぞれ挑戦があって、で、みんなができる、みんながそれをやっていったら地域が大きく変わっていくんじゃないか、そういうことを感じていただければというふうに思っております。それでは今日これからですね、約70分ほどの会になりますけれども、最後までお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。私、ありがとうございました。私、壇上の席の方にお越しください。それでは本日の事例発表者の皆様をご紹介いたします。発表者の皆様は壇上にお上がりください。それではご紹介をいたします。はじめに秋田方市の結婚サポート事業で結婚相談員、結婚コーディネーターとして活躍をされている吉田修さんです。吉田修でございます。続いて、神楽をするために島根県からIターンをされ、
伝統芸能の継承と発展に取り組んでおられる緑町桑田天使神楽団の池田拓さんです。続いて安芸高田市の PR を積極的に進める女子高校生2人組のご当地アイドル KOD の山本杏奈さんと土井春子さんです。吉田町の一里祭でだんじり子ども歌舞伎を演じられた吉田中学校の井上理央さん、杉岡椎名さん、森幸千里さんと西山優斗さんです。どうもありがとうございました。辞令発表者の皆様はお席にお座りください。それでは伊崎知事どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは今ご紹介を申し上げました4組の皆様にこれから順次発表をいただきたいと思います。それぞれ4組の皆さん、地域、職場、あるいは学校で積極的に活動して挑戦を続けていらっしゃる方々です。最初は安芸高田市結婚相談員の吉田勲さんにお願いしたいと思います。こういうご紹介がいいのか、よくわからないんですけども、また後で紹介を含めてお願いできればと思います。改めまして、吉田さんは安芸高田市が人口減少に歯止めをかけるために始めた結婚サポート事業で、結婚相談員、結婚コーディネーターとして活躍をして成果を上げていらっしゃいます。ここのお見合いの段取りだけでなくて、婚活イベントの開催など常に新しい取り組みについても、模索というか発表を見られていらっしゃるということであります。今日の発表のテーマは幸せをつかむものであります。それでは吉田さん、よろしくお願いします。ただいま紹介をいただきました吉田若文でございます。幸せをつかもうということで、限られた時間でございます。10分間という時間でございますので、取りまとめて、発表をさせていただきます。今、高田町合併をして8年になるわけでございますけれども、今この安芸高田市の人口の高校、そして人口の編成、子ども、若い人、老人というところの推移の方をちょっと話させていただきまして、今取り組んでおりますサポート事業について説明をさせていただきたいというふうに思います。ご案内のように6町を合併してきたのが平成16年でございまして、その当時は人口34,280人、35,000に近い町でございました。その後8年間経過をいたしまして、本年平成24年4月1日現在では31,149人ということでございまして、31,000人の減少でございまして、年間6兆あるわけでございますけれども、400人近い方が亡くなっておられる、非常に高齢化が進んでおりまして、平均高齢化比率が 34% ということでございます。高松町ではですね、約 44% ということで、コミュニティの活動ができない成り立つある
地域があるのが現状でございます。平成4年後の4月の人口ではですね、3万人を超えるのではないかように危惧しているところでございます。そういうことから人口減の原因はいろいろあるわけでございますけれども、今私たちができることは何かということを考えてみますと、昔はですね、おせっかいお母さん、おせっかいじいさんということで仲人さんがおられたわけでございますけれども、今非常に社会状況が変化いたしまして、そういう若者さんがいなくなりました。若者の出会いの場というのが非常に少ないという状況になっているところでございます。まあ、そういうことで、ご覧のように山田市長が誕生いたしまして、市民の声をしっかりと理解していただきまして、ぜひとも若者の結婚の支援をしてくれという市民の声を政策といたしまして、平成21年の5月1日にこの縁結び事業が誕生したわけでございます。それ以来ですね、最初のコーディネーターの専任の仲人さんの応募をいたしましたところ、市内から外、まあ、近隣の吉島市の方もおられますけれども、24名の方が応募されて活動をいたしました。現在ちょうど3年になるわけでございますけれども、現在のコーディネーターの数は18名ということで、非常に残念でなりませんけれども、18名の方がですね、日夜ボランティア活動をしているところでございます。このコーディネーターの担当はどうするのかということでございますけれども、毎月1回ですね、定例会議ということをもちまして、カップリング交流のイベントの協議とか、個々の市民の皆さんからお話があります。結婚相談のカードとも申しますが、こういうカードをですね、預かりまして、このお見合いの場の設定を月に1回しているところでございます。月に1回ではなかなか情報が交換できるので、各個人のコーディネーターの皆さんがですね、夜喫茶店とか自宅で会方のコーディネーターさんと話をしてお見合いの設定をしているということでございます。どうしてもお見合いの設定はですね、土曜日から日曜日、3日ということで、非常に休みの日で行いますので、コーディネーターの皆さん、本当に仕事を持っておられる方ばかりでございますけれども、非常にご苦労が多いかというように思っておるところでございます。まあ、そういう状況でございまして、おかげでちょうど4月1日で3年になるわけでございますけれども、このカードの登録者が男性136名いらっしゃいます。また女性の方がですね、68名、合計204名の方がコーディネーターさんに登録をして結婚を相談をされているというところでございます。まあ、それ以外に年3回4回バスツアーとかいろいろなイベントを行いますので、カードに上がってない方もですね、このイベントに参加されております。延べ計算しますと350名から400名近い方がこの3年間に私たちのイベント、また見合いの場の設定に参加されるというのが現状でございます。そのカーディネーターさんもですね、あちこちいたしますと交通費とかいろいろ会食費というわけでございますけれども、
全てボランティアでやっていただいております。本当に心苦しいことでございますけれども、一組成立成功いたしますと、一人でお世話させていただければ30万円の報酬ということでございますけれども、ご案内のようになかなかその成果は進めませんので、実費が持ち出しというのが現状でございます。それでですね、おかげで、この事業で、10組の方が成立いたしました。9組が成立して、この安芸高田市へ定住するということが条件でございますので、定住されて、定住登録された方が、住民登録された方が今のところ9組、そしてあと1組が9月に結婚されるということで、実質には、10組が成立したということでございます。その10組のうちの3組の方がですね、子供を生まれまして、1組が娘さん、また1組が男の子、もう1組が妊娠中ということで、例題という話が起きております。今日はですね、イベント第2回目のイベント、第3回4回目のイベントで知り合いました2人がですね、第1号でございました。その方が、ぜひとも伊沢知事、イクメンの知事がおいでならば要望も言いたいということでございます。今日の子供を連れて来ておりますので、後から紹介をしたいと思います。それで、今後の課題でございますけれども、今申しましたようにコーディネーターさんがですね、18名というこのコーディネーターの募集は年中しておりますので、今日おいでの皆さん方もですね、ぜひともコーディネーター仲人石灰ばあさん、じいさんになってですね、隣のお子さん娘さん、いい縁を忘れましょうという思いがある方はですね、民生館、市民生活館というところでよろしくございますので、応募していただきたいというように思っております。それで、一番心を抱くといいますか、心配するところは個人情報の取り扱いということでございまして、今非常に情報がですね、氾濫しております。特に個人情報の漏洩ということになれば、非常に大きな問題になりかねないと思いますので、非常にこの個人情報の取り扱いについては非常に心配をしているところであります。それともう一つの課題はですね、やはり魅力ある男性、魅力ある男のですね、育成をしなくちゃいけないかなというように思っております。何度イベントとかああいうお見合いをしてもですね、出会いの場を提供しても結婚できない男性、女性がいるわけでございまして、自分自身の自信喪失ということになりまして、社会的な復帰が非常に難しい状況になることもただあろうかと思いますので、我々が善意でしていることがですね、正反対に行くということもあるんじゃないかということで、非常に危惧をしているところでございまして、このコーディネーターの勉強会、また研修会も開いていかなくちゃいけないなと思っておりますし、この結婚できない男性女性のですね、講演会というものを、勉強会というものをですね、これからも開いていかなくちゃいけないかなというふうに思っているところでございます。その講演会にですね、積極的に勉強会に積極的に参加した3名がですね、どうしたらいいか、積極的な行動をいたしまして、3人も結婚いたしました。10名のうちの3名は講演会に勉強に
来た子がしております。やはりやっぱり自分の人生設計といいますか、命を与えられたこの自分の人生をどうに生きるかというところから勉強いたしまして、男性女性との接し方等々というものをですね、勉強いたしますと、この図から意識改革をいたしまして、積極的に行動ができるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひともこういう講演会をして多くの皆さんに参加していただいて、積極的な活動をもって幸せになっていただきたいなというふうに思っております。それとこの市内に在住いたしますと、特典が、恩典がございまして、住宅の土地の購入費、今、向平町でも造成をしております。その土地購入も50万円の購入費、また家を建てればですね、建設費100万円の補助金があるということで、非常に恩典があるわけでございますけれども、まあ、これも重要ですけれども、今、私も今日は小さなおいでになりますので、今後の子育ての支援策というものを市で、まあ、大変、お金がかかることもあろうかと思いますけれども、県でですね、まあ、国でやらなくてはいけないことだと思いますけれども、広島県で子育ての支援策というものを十分にしていただきたいなと思っております。いろいろ子ども園とかいろいろありますけれども、働く女性もたくさん増えておりますので、ぜひともこういう対策を練っていただきたいなというふうに思っておるところです。それと、昨日ですか、ちょっとテレビを見てみましたんですが、血管の摘粒液がないというふうに最近は言っておりますけれども、ちょっとこの場で言っていいかどうかありませんけれども、結婚をしてですね、子供を産む女性の体の卵子といいますか、そのが老化を非常に早くするということでございまして、31歳前後では老化すると、35歳から結婚するというと非常に子供ができるというのは非常に難しいというような状況もありましたので、やはり家族といいますか、そういうものを作ろうと思えば若いうちにいろいろなことがあろうかと思いますけども、若いうちに結婚して、自分の人生設計をしてですね、結婚を早くして、子どもをと家族を家庭を築いてですね、生活をしていただきたいなというふうに思っているところです。知事さんはですね、イクメンということで非常に活躍されておりますので、そこら辺りのお話もちょっとしていただきたいなというふうに思っております。まあ、最後になりますけれども、私の願いとするところは、まあ、人口増、結婚をしていただく場の提供をさることながら、一番の思いは自分の人生、尊い命を一生のうちにどういう生き方をするかということで、幸せな人生を送っていただきたい。その幸せな人生の過程として結婚があるんじゃないかな。結婚して子供ができて、家族というもので喜び悲しみ、と苦しみ等をですね、共に分かち合える、そういう家庭、人間近くにいるということが一番幸せでないかなというふうに思っております。今は老齢化されて、お年寄りが一人でですね、家庭におられる方もおられますし、病院に行けばですね、多くの方がベッドに寝ておられます。そういう方を看病される方はやっぱり近くにおる家族、家庭ではないかなというふうに思いますので、ぜひとも若い一人ですね、結婚して子供を設けて、大げさなことでございますけど、命をかけるだけの絆、そういう人間が近くにいる、
そういう命をかける家庭がある、そういう人生を送っていただきたい。そしてそのためには住んでよかった、住んでみたい秋田隆田氏になればということで、もう死を保留しますと70近くなりますけれども、動物に夢中って、一つの魅力ながらお役に立つことがないかということで、日夜コーディネーターさんと頑張っております。どうも北内部長、ご清聴ありがとうございました。北さん、どうもありがとうございました。今年間のイベントで、300人から400人ご参加をされるとこういうことでありまして、ちょうど秋田方市の人口が今3万1000人ぐらいということですから、1%、 秋田方の全人口の 1% 以上の方が参加をされているというのは、これは相当な、ことだと思うんですよね。広島市で言えば120万いますから、年間1万2000人ぐらい参加するというそれぐらいのイベントになっているということで、吉田さんをはじめとするコーディネーターの皆様の、この活動力というのがいかにこう浸透しているかというか、そういう数字に表れているんじゃないかと思いますけれども、本当にそれで実際にこれまで、約3年間で、10名の皆さんがご結婚されたということで、これは本当にすごい成果じゃないかなというふうに思います。人口減少もこういろいろ言われてまして、また特に地域、中山間地域であるとか、あるいは過疎の地域で、人口が減っていくと、でまたなかなか若い人が結婚しないということはありますけれども、まあ、そう言ってるだけじゃなくて、まあ、実際に吉田さんのようにもう群れでもくっつけちゃう、おせっかいと言われてもいいからくっつけちゃうということをですね、やっぱりやられるという部分ですね、大事なことではないかなと、まあ、そういう数字で実際に、定着が増えているというのは本当に素晴らしいことではないかなと思います。ちなみに一つだけ、まあ、うちの私の妻はですね、今の一番チビが生まれたのが、まあ、1年、半ちょっとぐらい前ですけども、43で産みましたから、まだ大丈夫です早い方がいいんですけど、遅くても大丈夫ですから、気にせずに結婚してくださいというよろしくお願いしたいと思います。それでは改めて吉田さんに大きな拍手を。それではですね、今日のこのトークに県人さんに一目会いたいということで、私無理を言いましてですね、お越しいただきました。イベントカップルできました2名を紹介をさせていただきます。王様は隣の広島市の壁の方からお呼びさんに送っていきました。生まれた、4月生まれたばかりでございましてですね、可愛い中にで、まだ首が座りませんけども、本当にすいません、お名前は浜田です。はい。いやー、本当におめでとうございます。もう可愛い赤ちゃんね、まあ、こうやってこれが具体的成果ですよ素晴らしいね、可愛い。どうですか、このお見合いのね、お見合いっていうか結婚コーディネーターの、こうお世話になって、よかったですか。よかったですよね。これがなかったら、まあ言ってもね、やっぱり会う機会っていうのがなかなか少ないですからね。だからもうコーディネーターの皆さんが言ったら、県外からいろいろお話を聞いていただけるんで、その点はやっぱり一人で自分でやるより
点ではかなり違います。あの奥様は、壁、に壁でしたっけ？ありがとうございます。朝日谷にもともといらっしゃって、で、この、なんていうか、このコーディネーターのに登録をされたんですか？してないんですけど、イベントに参加して。どうですか、あの秋田方に、来られて。それ以外言わないです。いやでも本当にこうやって広島市から一人引っ掛かしてね、秋田から連れてこられてるんですから本当に素晴らしいですね。でもこれからもあの3人またあのもっともっとするとね、あの増えるかもしれませんけど、ぜひお幸せに皆さんもあの応援してあげてください。ありがとうございます。いや本当になんかこう幸せを感じますね、あの見るだけでね。はい、ありがとうございます。それではあの続きまして、緑町桑田天使神楽団の、池田拓さんに次をお願いしたいと思います。池田さんは神楽に見せられて秋田方市で神楽をするためにどこからかというと島根県からアイターンをされたということで、今週3日の練習で伝統芸能の継承と発展に取り組んでいらっしゃいます。発表のテーマは緑神楽に恋してです。それでは池田さんよろしくお願いします。緊張してるんですけど、舞台慣れをしてるって思われてると思うんですが、やっぱり自分一人でこう注目を浴びるところはなかなかないん でこのお話をいただいたのをギリギリと言わないくても結構こう唐突に言われたんで、え、何言えばいいのみたいな感じなんですが、あの、では自己紹介と神楽歴からちょっとあのお話しさせていただきたいと思います。私は島根県氷見町といいまして、現在合併しました益田市の方の出身になります。氷見町というところは、過疎という言葉が生まれたぐらいもう人口が少ない町なんですが、そこで生まれ育ちまして今現在25歳でございます。地元の現在、地元の老人福祉施設にて介護職員として勤務しているんですが、今すいません、私まだ転職してないんですよ。来月7月から秋田方市の高田の方に住む予定になっております。なんですが、ですね、神楽との出会いはですね、島根県の西部地方になるんですね、松田市っていうところは。でそこ西部地方のことを岩見地方といいまして、伝統芸能の岩見神楽がこの広島の芸北地方に負けず劣らずとすごい盛んでして、それを小さい頃から好きで見て育ったものですから、まあ、血が騒ぐじゃないですが、音を聞いたらすごい神楽が好きでよく見に行ってる子供でした。で小学4年生から神楽、地元の神楽社中に入団させてもらいまして笛を吹き始めました。で地元のそのやっぱりその広島の神楽のようにこうきらびやかなものではなくて、当時自分がしてた神楽っていうのがすごいこう素朴な感じの神楽でしたので、こんなもんだって思って神楽してたんですが、小学4年生の、秋頃にですね、地元の共演大会がありまして、そこで初めて広島の
神楽を拝見しました。神楽に新米9枚ってあると思うんですが、その新米といってすごいドライアイスが出たりとか、お面が変わったりとか、動きが速かったりとかっていう神楽だったと思うんですが、すごいカルチャーショックで、最初はイリュージョン見てるかのような感じで、ドライアイスが出てくるわ、面は変わるわ、雲が落ちてくるわ、投げてくるわっていうんで、いやもう自分すごい感動して、あ、こんな世界があるんだと思い、石見神楽をしつつ広島神楽にちょっと心をつかまえた感じになりまして、でちょうどその時期と被ると思うんですが、緑町の方に町おこしということで、神楽門前東寺村というところがありますが、そちらの施設があると聞きまして、もう母親に懇願してですね、お願いします、お小遣いは1ヶ月分ちょっと我慢しますんで、どうぞ連れてってくださいと言いまして、で連れてってもらったんですね。でもうそこで初めて生でまた緑神楽を見た時に、あーすごいなって、こう町ぐるみでこう神楽をこうしているっていうのはそうそうないなと。でこんなのがこう定期的に見られるなんて、なんて夢のような町なんだろうと思いまして、そこでもう緑町の存在と広島神楽、もうすごいもう 脳に焼き付けてしまってのめり込みました。で、平日は島根の神楽をしつつ、裏では夜な夜な神楽のビデオを借りてきて広島の笛を練習するというわけにわからない生活をしまして、なんか岩見神楽の笛よりも広島の神楽の方がうまいんじゃないかっていうぐらいうまくなってしまったと思われるんですが、でそういう感じで小学生時代を過ごしました。で思いはあったんですが、なかなかこうやっぱ車の運転もできないですし、子供ですから神楽に入りたいと言っても通えなかったので、高校2年生からバス通学が認められてたので、バスを乗り継いで念願かなって緑町の神楽団さんの方に、ちょっと今の桑田天使さんとは違う神楽団なんですが、そちらの神楽団さんの方に入団許可がおりまして、3年間ここ2年生からその後3年間バスを4時間近く乗り継いで通っておりました。高校が終わってすぐに浜田行きのバスに乗り継ぎそうやって通っている時間近く通っていて通っておりました。でちょっと諸事情によりまして、その神楽団さんを3年後に退団したんですが、その後も各地の広島市まで問わず神楽団さんを転々としまして、冬の手伝いということで神楽をさせていただいてたんですが、ちょっと私の方が途中で過呼吸症候群の方になってしまいまして、笛の神楽の本番中に笛吹いてたらもうパタッて倒れてしまって、立て続けに2回そういうことがございまして救急搬送されてしまったんですよね。でちょっともう医者からちょっと神楽の方ちょっともう笛ですのでちょっと息がちょっともう関わってくることなのでちょっと控えてくれっていうかやめてくれと言われまして、でもう涙を流しながら神楽をやめなくちゃいけないのかと思って、でそこで神楽をやめる決意をし、泣きながら神楽の道具をこう燃やそうかどうか悩んだような時期もありました。それがそれが1年半ぐらい続いたんですかね。でちょっと業務上の方がちょっと落ち着いてきましたので、ちょっと色、これからお話しするんですが、昨年9月よりまた緑町の桑田天使神楽団さんに入団させていただいて神楽活動を再開させていただきました。それでですね、桑田天使神楽団さんと出会いなんですが、ちょっと重い話で申し訳ないんですが、本当神楽をやめて本当にもうやらないと決めてたんですが、もう病状のこととかもろもろございまして、昨年の東日本大震災ですね、
職場でも、ちょっと職場がちょっと私介護やっておりますので、どうしても利用者さんの死と直面することが結構多いのと、あと神楽の友人が亡くなりまして、ちょっと昨年1年が本当に人が亡くなるとか不幸とかっていうのがちょっと続きまして、で病状がちょっと落ち着いてきて、もう神楽をまあ再開したいなとは思ってたんですが、もんもんとしてたんですが、まあ、そういう出来事があって、あ、人間って明日どうなるか分かんないなっていうのをすごい強く感じたんですね。いや、あ、なんかもう大震災の連日のテレビを見てても、こう一瞬のうちにこう津波がこう家をとか街を流していく姿をこう見ながら、あ、なんか本当明日、なんか今日元気でも明日何が起こるか分かんないとかってすごい思いまして、あ、もう好きなこと今のうちやっておこうと思いまして、で好きなことって何だろうって考えたら、やっぱ神楽だったんですね。でとりあえず捨てずに置いといたのが、もうその吹き続けてた笛があったんですが、その笛だけがどうしても捨てられなくて、で、あ、やっぱ神楽の笛が吹きたいなっていうことで、まあ、あの友人のちょっと知人が桑田天使の方を知っておりまして、ちょっと紹介していただいて、あの入団させていただくという経緯になりました。でですね、まあ、Iターンしてまた緑で神楽をしたいと思った理由なんですが、現在島根から3、あと2時間かけて通っています。緑町の方に仕事が終わってから通ってるんですが、やっぱりこう仕事が不規則なんですね。福祉の仕事なので4交代で、早出、日勤、遅出、夜勤ってあって、で結構体力的な部分だったりとか、もう団員さんの方にもすごい心配とか迷惑とかかけますので、ちょっと地元のその神楽団さんの方にちょっと近いところ、ちょっとでも近いところにちょっと引っ越したいなっていうことを、ちょっと練習外の団員さんを捕まえてちょっとボソって話したら、トントン拍子に話が決まってしまいまして、あらあら、運命ってこういう時に変わるのねっていう感じで、はぁーっていう感じで、で今の引っ越すなら今のうちだって感じで、はい、ちょっとこちらの方に引っ越して、神楽を本気でしたいなという思いで、ちょっと今回の秋田からしの定住を決めました。はい、定住で間も決めました。はい、すみません、僕のパワーポイントを出していいですか。すみません。で現在のですね、桑田天使神楽団さんの神楽の取り組みの方をちょっとパワーポイント写真でこう紹介いたしますので、参考にして聞いてください。はい、ですね、桑田天使神楽団さんは緑町の北西に位置する桑田集落を本拠地として活動しております。週3回の練習をこの桑田集落の中心でございます桑田の庄という施設で行っております。すごいですね、なかなかないですね、神楽団さんでこう練習場でそのまま舞台になったり、この裏側に横っちょら辺にある楽屋があるんですが、なかなかこういう素晴らしい建物ってないので、神楽をさせていただいて本当にありがたいなと思っております。はい、これが楽屋でございます。すごいですね、弁があったりとか衣装が飾ってあったりとかしますが、はい、すみません、嫌がる団員を捕獲しまして売り上げ取りました。メイク中です。広島神楽の特徴であります歌舞伎っぽいそのメイクですね。今見神楽の方は面をつけるんですが、広島の神楽っていうのは化粧をして、すごいメイクをして神楽を行う特徴だと思います。すみません、ですね、この写真撮った日がたまたま練習日だったんですが、たまたま
なんかテレビの撮影とかぶりましてですね、今からちょっと神楽の練習風景を撮りたかったのにかかわらず本番チックになってしまったという感じなんですが、地元の子どもたちから来られています。子どもたちがいっぱいいます、はい、はい、こんな感じで本番さながらにやっておりますが、すごいですね、こういう勇壮な感じで衣装もきらびやかで、男優さんも元気ですね。元気、はい、すみません、端の方は見ないでください。私が笛吹いております。今日は大太鼓の方も聞きに来ておられるんですが、こういうふうに楽が奏でながら毎日の物語をこう進めていくという感じで、私笛を吹いておりますので、どうしてもこう神楽の基本というかこうどうしても音が入ってしまうんですね。でやっぱりその緑神楽は特に神楽の方のレベルが高いと思うんですが、特にこういう奏楽太鼓のとか笛とかのレベルはすごい高いなと思っているところも、私が緑神楽が大好きな魅力の一つだと思います。すみません、似たような写真で申し訳ないですが、こういう感じで練習なり本番なりを行っております。テレビ局のカメラがなぜか映ってしまいました。すみません、はい、すみません、これは私が使っている笛なんですが、わかりますかね、こちらなんですけど、こっち側の毛ですね。よく見ていただくとすごいもう表面がもうボロボロになっているんですが、これがもう昔から本当に学生時代から吹き込んでいる笛なんですね。で大事に、まあ捨てようか悩んだ笛なんですが、すごい大事に使っておりまして、今後もずっと割れるまで頑張っていこうかなと思っております。ありがとうございます。でですね、自分は主に笛を担当させていただいてるんですが、最近は舞の方もちょっと若いからやってほしいなと言われ、体育会系ではないんで、ちょっとって思いながらでもありがたくさせていただいてます。主にですね、東寺村での1年を通った定期的な公演に加えまして、祭りやイベント大会等で神楽天使神楽団さんは活動しております。はい、でですね、神楽を通して印象に残っているエピソードをぜひ言ってほしいということだったのでお話しさせていただくんですが、その当時学生時代にその東寺村で神楽をさせていただくことが何度かあったんですが、その神楽団を辞めても6年近く経つんですね。で昨年の9月にちょっと桑田店員さんの方に入らせていただいたんですが、6年ぶりに東寺村の神楽ドームの舞台に立った時はすごい緊張感よりも戻ってきたっていう嬉しさがすごい込み上げてきて、それはすごく印象に残っているエピソードだと思います。で、あとですね、練習、その神楽が好きな一つの理由なんですけど、練習場に行ったりとか本番の楽屋にこう行くじゃないですか。で行って扉を開けたらそこに団員さんがダーッといるのですが、すごいその顔を団員さんの顔を見た時にすごい安心するというかホッとするんですよね。ここが自分の居場所なんだっていうか、そこはすごい自分はありがたいなっていうか、ここで神楽をさせていただいてるっていうことがすごい本当に感謝っていうか思っております。はい、ですね、ですみません、将来の夢っていう項目をちょっとつけていただいたんですが、私特に有名になりたいとかは思っていないんですが、ただどんな形であれ上であろうが前であろうが上方であろうが
神楽をどんな形で続けていくっていうことが、すごく自分がその桑田さんに受け入れてもらったっていう、このよそ者ですがこう受け入れてもらったっていう、すごいありがたく思ってるので、その自分が神楽に続けていくってことがこう、まあ、恩返しじゃないですが、すいません言葉が出てこないんですが、つなげていく過程になってもらえればありがたいなというところで、すごくありがたく思いながら日々神楽をさせていただいております。すみません、すごく緊張したら早口になってしまうんで、気にしないでください。すみません。ですが、こういう機会をいただいて、すごいありがたいなというか、声をかけていただいただけでもありがたいなと思いますので、ぜひぜひ、何かの際には、神楽を見に来てください。すみません。ありがとうございます。はい、池田さん、ありがとうございました。池田さんの、この今日のテーマ、緑神楽に恋してなんですけど、本当にあれですね、神楽にもうまさに恋されてるし、神楽と結婚したって感じですよね。なくしまねから一人ゲットみたいな感じで、来ていただいてるんですけども、もともとはこの神楽をきっかけに、来られてるわけですけれども、この池田さん の, この小学校の時の出会いから高校で4時間かけて、通われる、週3回、週1回、はい、まあそれにしても大変ですよね。ご自分のある程度夢をこの実現するためというか、その夢を追っかけるために、普通高校生だったらなかなか4時間かけて行こうとか思わないと思いますし、いやそもそもお小遣い一月我慢するから小島に連れてくれっていうのもすごいと思うんですけど、池田さんもこうパッと見るとこう普通のね、青年のように見えると思うんですけど、やっぱりその一歩踏み出す行動力っていうんですかね、それが本当にこうやって、その自分のその神楽のこう何ていうか、その腕っていうのも上達されてるし、実際この夢の実現に近づいている、それがまた秋田方の伝統を守るということにつながっているということで、本当に素晴らしいと思いますし、そんな、池田さんなので、きっと団員の皆さんがこちらに住みたいというか、近くに住みたいと言ったら、もう全員が協力して、きっとですね、仕事もすぐ見つけてくれたんです。仕事を見つけていただいたということですよね。うちの神楽団なんですが、市役所をお勤めの方と、労働職員の方が多くて、で、農協職員の方だったんですが、甘く見ちゃいけないなというのがよくありました。顔がすごい広くて、はい、ありがたがいいですが、そうですか。いや本当に混沌拍子でね、そういう風になっていったっていう、これはだから逆に池田さんの熱意に、感化されて、秋田方の皆さんが今度は、まあ、島根の人である池田さんを受け入れると同時に、受け入れるっていうだけじゃなくて、そうやって一生懸命汗をかいてですね、という、そういうこのポジティブな、この、こうなんていうか、相互作用が起きたんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですから、本当に、こうやって、こう自分のやりたいことっていうのを、こう、ただ、ああ、やりたいなとか、ああ、まあいいなとか思うだけじゃなくて、本当にこう、実行しちゃうっていうか、その力、素晴らしいものがあるんじゃないかなという、そういうふうに改めて、感じさせていただきました。それでは池田さんに改めて大きな拍手をお願いします。それでは続きまして、ご当地アイドル KOD のお二人、
山本杏奈さんと土井春穂さんに次をお願いしたいと思います。山本さんと土井さんは市内外のイベントに出演をされて、喜多方市の PR を積極的に行うとともに、出会いを大切にして、たくさんの笑顔を届けられるように頑張っていらっしゃいます。AKB48 の曲に合わせて独自にアレンジした振り付けを披露されて、地域アイドルとして出演回数は20回を超えるということであります。そしたらご存知の皆さん多いじゃないかと思いますけども、発表のテーマは、ここからつなげる広島の笑顔です。それでは山本さん、土井さん、よろしくお願いします。
こうやって笑顔のキャッチボールをすることで、そのステージはたくさんの笑顔があふれた場所になります。そんな場所を私たちは作れたらいいなと思いますし、実際にそうやってステージで皆さんと笑顔のキャッチボールをすることができて本当に幸せです。そして私たちはこの先、秋田かとしの全部の街でステージに立つ、そして広島県のまだ出演経験のない市や町で少しでも多くのステージに立ちたいという目標があります。それはもちろん秋田かとしの PR をし続けたい、秋田かとしのいいところをたくさんの方につなげていきたいという思いから生まれるものもあります。しかし一番はこの活動を通して気づくことでできた笑顔のキャッチボールを少しでもたくさんの方としていきたいなという思いからこの目標があります。まだ出演したことのない場所にはまだたくさんの出会いが待っています。その出会いを少しでも増やし、少しでもつながりを増やしていきたいと思うし、私たちにできることを全力でやりきり、この先も秋田かとしの PR、 そしてここ秋田かとしから広島にたくさんの笑顔をつなげていきたいなと思います。そして少し宣伝にはなるんですけど、トヨタ、車のトヨタさんがこの今年の5月から始めたプロジェクトがありまして、それがこれからプロジェクトというプロジェクトなんですけど、それは地元から日本を盛り上げていこうというプロジェクトで全国で行われています。そして広島ではピースフォーピース広島ということで、なんか一文字を書いてみんなでいろんな思いを集めようというプロジェクトなんですけど、 KOD はそのプロジェクトにこれからパーソンズということで関わらせていただいて、先日もテレビや CM で見させていただきました。でそのプロジェクトは全国で行われているということで、インターネットでその各地の活動が配信動画がありまして、その動画の下にいいねというボタンがありまして、そちらをクリックすると、その回数も合わせていき、全国でそのランキングがあるので、そのランキングを上げることができるんですけど、広島県は今、全国で6位という順位をいただいていまして、でもまだまだたくさんの方にいいねを押していただいて、一緒に広島を盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。今日はいつもやっている踊りをですね、1曲ほど披露させていただきたいなと思います。そして、ここでもたくさんの方と笑顔をつなげていきたいなと思いますので、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。出会いというところで、出会いをご縁ですよね。ご縁を大切
今お話をねして、いただいた中で、まあ、私たちにも何かができるという言葉があったと思うんですけど、まあね、最初はスタートは中学校の文化祭ステージですから、まあ、普通の女の子のねやる、まあ、普通のこうイベントをやろうと。ただそれをそこでまたとどまらせないで、もう一回やってみようよとこういうことをやってって、しかもご縁を大切にしていったら、それがまた縁、ご縁がご縁を呼んでいくとこういうことで、まあ、今のこうこのお二人、山本さん、小泉さんの活動につながっているんじゃないかなと思います。全国今6位だそうですから、秋田方市の人、皆さん3万人いいねを押したら必ず1位になってぜひ皆さん、押して、いただければ。何で検索すればいいですか？そうですね、インターネットでこれからプロジェクトというふうに打っていただいたら多分一番上に出るんで、したら広島県というのをクリックしていただいたらすぐ見れると思うので、よろしくお願いします。これからプロジェクト、これからプロジェクトです。覚えやすいんでよろしくお願いします。本当にこれからもね、頑張っていただきたいと思います。改めて大きな拍手をお願いします。はい、それでは最後の事例発表になります。秋田方市立吉田中学校2年生、井上理央さん、杉岡椎名さん、森内千里さん、そして西山優斗さんです。皆さんは5月5日に毎年行われます吉田菅神社の一入り祭で300年余りの伝統を誇るだんじり子ども歌舞伎を楽し演じられたということです。お化粧と衣装で着飾った姿で宮を切るたびに拍手と歓声が湧き上がったということです。今日の発表のテーマは、挑戦、夢を探して伝統芸能に挑むです。それでは井上さん、杉岡さん、森内さん、西山さん、よろしくお願いします。
それは自分たちが吉田町の伝統を受け継ぐのだという思いです。私は初め自分のために歌舞伎に挑戦したいと思っていました。それがだんだんと地域のため仲間のためにという思いに変わっていきました。毎日差し入れを持ってきてくださったり、頑張ってねなどとたくさんの声をかけてもらうにつれ、成功させたい、吉田町を盛り上げたいと強く思うようになっていきました。当日も地域の方からさまざまな声をいただきました。よかったよ、感動したよ、あんたうまいのといった声でした。一回一回の公演を終えるごとにたくさんの声援や拍手をいただきました。私はこれまでにそのような経験をしたことがなかったので、嬉しかったし達成感を感じました。一入祭が終わった夜、今の熱い思いを忘れたくない、残しておきたいと思い、師匠に手紙を書きました。でもその手紙は師匠には出さず、自分で大切に持っています。ここで実際に少しだけ歌舞伎を見てください。
ことを学びました。一つ目は一生懸命になることの大切さです。私はあれほど夢中になったのは久しぶりでした。だから練習が楽しくて楽しくてたまりませんでした。二つ目は仲間の素晴らしさです。私はこれを改めて感じました。これまで一緒に努力をしてきたり心の内で競い合ったりとお互いを高め合うことができました。3つ目は経験をさせてもらえることへの感謝の気持ちです。たくさんの人の支えがあって今の自分があります。私はもう一つ新しい挑戦をします。今年の夏休みにニュージーランドでホームステイを体験します。この授業に参加したいと思った理由は将来英語を話せるようになり自分の言葉で外国の人に気持ちを伝えることができるようになりたいと思ったからです。今回のホームステイだけで英語が話せるようになるわけではありませんが言葉だけでなく心で感じ合えるということを体験したり世界と交流がしたいと思いました。私がニュージーランドでやりたいことは日本の文化や秋田方市の伝統などを世界へ発信することです。子ども歌舞伎で学んだことを生かして現地で歌舞伎が披露できたら面白いと思います。行く前の事前学習で英会話を学習できるのも楽しみです。早く外国語に触れてみたいです。私はいろいろなことに挑戦してみたいです。そう思うのはきっと自分の夢を探している途中だからだと思います。たくさんやってみたいことがあるし、いろいろなことに興味があります。だから、自分が本当にやってみたいことがよくわからず、焦りから不安になってしまいます。夢がこんなにコロコロと変わっていいのか、テレビドラマを見てかっこいいと思ったから、そんな理由でいいのかなどといろいろと考えますが、結局よくわからなくなります。今、いろいろなことを経験しながら、自分探しをしているのだと思います。自分の環境やその環境を支えてくださっている人への感謝の気持ちを忘れず確かな夢を見つけ夢を実現させるために今できる挑戦を続けていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうですか皆さん、なんかあのね、芥方の将来明るそうじゃないですか。もうあのね、一生懸命になるっていうこと、本当にあの気持ちいいですよね。なんとなく大人になるとこう忘れちゃってるところもあるんですけど、本当にこの中学生の皆さんが一生懸命練習して、こうやって本当に1ヶ月でこれだけできるようになって、あの写真もこう見ると本当にその雰囲気も出てますしね。でそのこれをやって、見て、感じたのが、まあ、最初は自分のためと思ってたけど牛田町のためと明日からのためですけど、本当にそれを感じることができる心っていうのは素晴らしいんですけど、それはやっぱり地域の皆さんが育っているんじゃないかなと私は、まあ、逆にまた感じた次第であります。本当に、これからもね、あのいろんなことをやって、まだまだ人生長いですからいっぱいまだ時間もあるし、その中でまたあのぜひね、考えるだけじゃなくてそうやってトライをしてもらう、やってみると、実際にやってみるということが、まあ、本当に次の夢、池田さんとかね、山本さん、土井さんのような次につながると思いますし、今日は池田さんが大ベテランで、唯一一人も参加いただいてるんですけど、吉田さんもね、まあ、そうやっていろんなことをやられてこられたんだと思います。講談で町議会の議長にやられて、本当に地域にも貢献されてたんですけど、あのそういう、こうやっぱり実際にやっていくとこういうことがそういうふうにだんだんとあのイメージの実現、そして地域を変えていく力になっていくということではないかと思います。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。
以上で、予定された事例発表は終了となります。それでは、ここで三崎知事に、本日のまとめをお願いいたします。はい、ありがとうございました。今もう半分まとめのようなことを申し上げましたけれども、本当に、一つ一つのことは、例えば今の団地にしても、これはまあ毎年地域でやっていることだからとかね、あるいはこの限りにしても、まあ、これも地域でやっていることだから、それを考えられるということではなくて、やっぱりもっと、大きなというか、自分なりのこの問題意識を持ったりとか、あるいは縁を大切にしたりとか、そういうことを一つ一つの積み重ね、日常の中にあることのように見えても、それにどう取り組むかということで、本当に大きくですね、変わっていく、世の中が変わっていくということではないかなというふうに、思いました。こういった少しずつのことを、まあ、少しずつ良くしていく、あるいは取り組んで、力を入れて取り組んでいくと、それが積み重なると本当に大きな力になっていくと思います。広島県では10年後の未来を描いた広島未来チャレンジビジョンという計画があるんですが、ここでも大きなテーマは、この主役は県民の皆様お一人お一人ですと、こういうことがございます。これまさに今日発表していただいた皆さんのですね、ように一人一人が自分が取り組んでいることに力を入れることによって、我々の未来は大きく変わっていくと。で、本当にその未来を変える力は行政でも我々でもなくて、やっぱり皆さんの一人一人にあると、こういうことじゃないかというふうに思います。ぜひ、今日この発表を聞いていただきました皆さん方もそれぞれの地域あるいは職場で、できる挑戦というのを少しでも進めていただけたら素晴らしいのではないかなというふうに思います。今日は少し時間を超過してしまいまして大変申し訳ございませんでしたけれども、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。以上をもちまして宇崎秀彦の地域の宝チャレンジトークを閉会いたします。ご来場いただきました皆様本当にありがとうございました。ご来場時にお渡しをいたしましたアンケートと地域の宝ネットワークの申し込み書を出口で開始いたしますのでよろしくお願いいたします。また地域の宝ネットワークでは Facebook による情報の交流